どうもたです。今回はですね、はい、皆さんもう12月入りましたね。はい、もう今年もね、もう終わるの早くて、まあ、コロナとかいろいろあって大変だったと思うんですけど、今回はですね、まあ、12月といえば、まあ、イベントありますね。もうあれしかないと思うんですけど、12月といえば、まあ、クリスマスあるじゃないですか。で、まあ、先日あの YouTube のコミュニティの方で、クリスマスまでにこう直したいところはどこですかみたいなコミュニティで皆さんこう質問をねさせていただいたんですけど、で結構まあいろんなコメントをいただいたんです。今回はそのクリスマスまでにこういただいた、まあ、ご要望だったりっていうのをどんどんね解消していきたいと思います。で今回はその1本目の動画になります。で今日なんですけど、フェイスラインをまずやっていきます。フェイスラインのまあ解消法をねやってほしいということなんで、今回はフェイスラインを解消する方法を一緒にやっていきましょう。はい、それでは早速やっていきます。はい、でまずね一つ目はフェイスライン、やっぱりこのあたりのフェイスラインになると思うんですけど、やっぱり大事なのが、まあ、リンパの流れになってくるんで、先にこのここに首のね胸鎖乳突筋があるんですけど、これをほぐしていきます。でやり方はつまんでこうくるくる動かしていきます。でこれを上真ん中下っていうのを、まあ、1分間ぐらい繰り返していきます。はい、ではいきます。よーいスタート。はい、つまんでくる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 。はい、今あの最近ねこの胸鎖乳突筋のマッサージちょっとサボってたんで、若干今日むくんでるんですけど、しかもプラスで痛いです。はい、だからむくみ強い人はこのマッサージ若干痛いと思います。はい、そしたら今度真ん中あたり、このあたりですね、をぐる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 やっていきます。はい、この辺はそんなに痛くないですね、特に。で最後この下の方もやっていきます。はい、このあたりをしっかりとほぐすことによって、まあ、リンパの流れが良くなって、まず最初にむくみを取る意味合いでほぐしていきます、ね、で上の方を、特にやっぱこの上の方、付け根の部分をねちゃんとほぐした方がいいです。はい、 OK です。はい、そしたら今度はこの顎下から耳裏ここにかけてこういう風に流していきます。はい、でね、皆さんは、まあ、クリームとかマッサージオイルつけてやってみてください。はい、いきます。用意スタート。はい、顎下から圧加えてこうグリ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 、こういう感じで、こう来たら一回ね3秒ぐらい止めます。はい、でまた顎からこう流していきます。でこの辺りで3秒止める。でこれ止めることによってこのリフトアップ効果がこう強くなります。ただ単にこう止めないでやっちゃうとすぐね落ちちゃうので、こう上げて上げて上げて止める、この辺り。はい、なんならまとめた時にこうグリグリやっても大丈夫です。これもね1分間やっていきます。だいぶこのフェイスラインくっきりしてくると思うんですけど、どうでしょうか。はい、あと10秒。8、7、両方ねしっかりと流していきましょう。はい、 OK です。はい、そしたら最後この顎下、今顎裏だったんですけど、顎裏のちょうど本当にこの辺り、この辺りを このラインですね、このライン、このラインをこう厚く開いてほぐす、でちょっとずらしてほぐすっていうのを1分間やっていきます。いきます、用意スタート。厚く開いてほぐす、結構強めにほぐしても大丈夫。はい、次ちょっと離してこういう感じ。はい、本当にね、まあ、あの3分ぐらいでできるんですけど、フェイスライン周りはこれだけでもだいぶ変わってきます。だいぶね、まあ、フェイスライン周りの肉が落ちたりとか、あとむくみが落ちたりで、こう横から見た時のこのラインがすごい出やすくなってきます。はい、
また青を押したから、はい、ここ結構痛いですね。このあたりなんかちょうどあのリンパに行くか行かないかぐらいのところなんで、老廃物が溜まってる可能性が高いです。はい、OK です。はい、で今のがですね、3分でできるこのフェイスラインを出す方法です。いかがでしたでしょうか。はい、でまあたくさんの方がですね、コミュニティの方にコメントをいただいているので、まあなるべく多くの方の解消動画はですね、クリスマスまでに出したいと思いますので、はい、でまだかけてないとか、まあ、ご要望あるっていう方は、まあ、この動画のコメントだったりとか、あとコミュニティの方で書いていただければと思います。はい、では今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価、そしてコメントの方もお願いいたします。あとインスタグラムもやってるので、ぜひフォローの方をお願いいたします。ではまた。